JR 村山駅のすぐ近くにあるんですね。見つけちゃいました。ありました、本当に居酒屋、うん、ですよ。ただこの読み方ね、うん、で合ってんのか、うんなのか、うんなのか、もう全然わからないので謎めいてますよね。この店の外観すごい味あると思いませんか。これ夜になって日が暮れて赤ちょうちんと思ったら相当いい雰囲気なんでしょうね。ちょっとこれクイーン飲みたくなっちゃうんじゃないですか。ここすごい早いですけど、いっぱい引っ掛けますか。早いですね。まずいまずい。今回紹介するのはこの居酒屋のそぼち。なんかむっこい名前ですよね。でもなおさん、はい、そぼちってどういう食べ物だかわかりますか。そぼろとチーズと思いきや素朴なチーズとか。ちょっと危ない。あまりにもくだらない話にちょっと上から雪が降ってきましたよ。もうとっとと入れたことですかね、これね。もう見たらわかると。行きましょうか。ちょ次なり雪落ちてくると悪いから。なんだろうな、素朴なチーズじゃなければそぼろのチーズみたいな。伺ってもよろしいですか。大山ゴーと言います。大山ゴー。ゴー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 やだ、持つヘイからのゴーゴーゴーですか。何何このなんか勢いある感じ。分かんない。そういうつながりなんですよね多分。そういうつながり、どういうつながり。面白い店名ですよね。あ、そうですよ。まあ私がつけたんじゃないんですけど。違うんですか。だってなんか面白さの塊みたいな感じ。違う。私で一応4代目になってるんですよ。へ、4代オーナーさんが引き継がれてきて私に来た感じなんですけど、うん、名前の由来は電話帳の一番最後がだいたい和をんで、うんなんかないじゃないですか、はい、そこにうんってあると、うん、うんのページができるっていう。意地悪なこと言っていいですか、うん、はい。でも居酒屋なんですよね。そこは突っ込まないよ。4代目っておっしゃってたじゃないですか、はい、何かこうこちらのお店をするきっかけってあったんですか。前のマスターさんが急に、はい、去年の春頃ですね、はい、亡くなられちゃって、でお店がそのままの状態で開いてたんですよ、うん、で私も地元にいるんで、まあ、そしたらもともとバイトされてた人が友人だったんで、うん、でやってみないみたいな。でご主人が4代目になられてからはどのぐらいなんですか。伊豆からなんですか。去年の12月12なんで、まだまだ前のマスターにちょっと追っつかないところあるんで、まあ、自分なりにもっと頑張っていかないとなと思ってますね、うん、村山にとっては飲むとこがあんまりないって言ったらまあ失礼かもしれないんですけど、来られるお客さんからは開いてもらってありがとうとか言われるとやっぱ嬉しいです。嬉しい。ないな。お酒も飲んでない。飲みます。なんかなんか飲みますか。出てないけど。ちょっとそうなんですね。もつヘイさんから。あ、もつヘイさんから。やっぱヘイなんですかね、はい、もつヘイさん、ヘイ、はい、からご紹介いただきまして、こちらのお店の、はい、のそぼちんがうまいぞって。あ、ありがとうございます。そう、まあ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 そぼろとチーズだろうってごめんなさい思ってるんですけど、あれ違う、あ、出たぞ。あれ、そんな簡単なものでもなさそうですね。じゃあね。そうですね。ね、じゃあもうね、はい、つべこべ言わずいただきたいと思います。そぼちよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちらが出るんだ。すごくないですか、準備の良さ。本当今のリアルそぼちですか。違います。なんだよ。なんだよ、ちょっとやめてください。そういうことされると私思わずひっくり返っちゃうから。はい。
これがうちのそぼっち。さっきと一緒。そぼっち？ちょっとひんやりしてますね。冷たいんだ。わさびが添えられていて、うんうん、あすごくお酒のおつまみにも、まあ、合いそう。美味しそうじゃないですか、そぼっち。結構あの海苔の存在感もありつつ、見た目的にはすごくシンプルで真っ白な。そうです、はい、こちらのそぼち絵はもう初代の方からこう受け継がれたメニューじゃなくて、ではないです、はいはい、これは私が、はい、じゃあいざ実食お願いします。よろしいですか、はい。なんかねパッと見た感じ、まあ、そぼち絵だからチーズなのかなと思うんですけど、なんかねお豆腐みたいな感じもするんですよ。ですよね。皆さんなんで醤油おかけしたくなるっていう、うん、まあお好みでそれはいいんですけど、はい、私のおすすめは何もつけないのが、もしくはわさびちょっととか、そんくらいでいいと思います。美味しそう。初そぼち行ってきます。この思いつついいです。うん、うん、すごいまろやか。うん、おいしい。すごい口の中でもとろけてきますね、チーズが、うん、で、中に隠されてました。いました、なんか祖母たちが。祖母たちがね。祖母たちがいた。いるいるいる。味のついた祖母たちがそうおりますね。おいしい。かくれんぼしてました、それこそ中で。チーズ、これ何チーズ使ってるんですか。クリームチーズですね、これは、はい、いろいろ選ばれてこれを。ですね、もう多分クリームチーズじゃないとこういう意味はなんないかなみたいな、うん、女性の方にやっぱり人気ありますね、うん、日本酒とかもいいけどワインとかもそんな感じしますしね、うん、なんか和風だけど洋風っていう、うん、どっちでもいけるのかな、はい、確かに。またこのわさびを一緒に合わせて食べるとまたアクセントになってくれるの ね、はい、感じで。もうほんとお醤油いらないです。で、祖母たちしっかり味付けされてるから、これそあえて味付けを祖母ちゃんにはして。そうですね、はい、祖母自体はどちらの祖母なんですか。鳥さん。これは確か鳥さんですね。いや確かつか鳥です、ね、鳥のそぼろを使って。そうですね、へ、はい、鳥が一番合ったっていうのがあって、うん、まあ、鳥でじゃいいの使いますかみたいな。勝手な私の予想は、はい、そぼろの中にチーズが入っていて、どちらかというと揚げ物のような。あーなるほど。でもすごいいい意味でこう期待を裏切られたというか、 あそっちっていう、うんっていう驚きがありました。いいです、いいですね、このサプライズ。うんって感じ、美味しいし、こう食べたらうんってなるし、ね、でもやっぱこれだけ美味しいサプライズをいただくと、他にもいろんな目に合いそうだなと、一緒になりそうだなって。気になったのを出していただくことってできますか。あ大丈夫です。あった。じゃあ注文しますよ。はい、いた。じゃあ声を大にして、じゃあおすすめのパンツ一丁。パンツ一丁、うん、それは、うん、冗談ですね。いやいや書いてありますから。何あの直って、パンツ一丁直って書いてあるんですけど。パンツ忘れた人のためにのパンツなんで。一回だけ白毛でブラジャーつけ忘れたことあって。そういうこれね言ってないんですよ。あの昔土曜マンっていう番組を担当してた時、こうやってどうやってなんて大体のお客さん言いますね。え何って。ですか。パンツ一丁何。そりゃそうですよ、気になりますよ。一応ご準備はしていらっしゃる。いや、そうです。もう最悪私のでよかった。じゃあその下の、あ、すっごいもうなんか運命ですね。私無類のエビ好きで、大好き、エビ大好きなんですよ。なのでエビの点点点点点点何番だ。カミングスーン。これちょっと今考え中のやつがあって、はい、考えて決めてから書いてくださいよ。いやだってみんなほらね、はい、気になるじゃないですか。気になります。それが狙いで、なんで今ちょっとまあいろいろちょいまいちうまくいかないんですよね。あ、今試行錯誤中なんですね。そうなんですね。へー、うん、お邪魔した時、その都度のなんかこう楽しみが
あって、はい、エンターテインメント性というかテーマパーク性の、まあ、見ていただくと分かるんですけど、うん、周りも、はい、ちょっと間違ってるところがあるんですよ。どういうことですか？この辺読んでみてください。灰皿はセフルそういうのが逆にいいんだよっつってもう貼っとこうぜっていう。いやもうこのお茶目な間違いも含めやっぱり味なんだと思います。そうなんです。このお店の雰囲気、今回のこのそぼちは郷さんが生み出した一品ってことなんですけど、はい、例えばその初代から代々受け継がれているような昔からのメニューっていうのは、まずこれちょっとまたチーズなんですけど、どっさりチーズっていう、昔から来るお客さんは、はい、あこれこれみたいな、いい、じゃあそのメニューを、わかりました、私もこれこれ味わいたいです。はい、じゃあこれが、はい、どっさり、熱いんで気をつけてください。はい、いただきます。どっさりチーズです。うーん、チーズたっぷり、あ、すごい、見て、伸びるよ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 、あなたどこまで行っちゃうの、どこまで行っちゃうの、伸びるの、おいー、チーズたっぷりですね。いや違う、ごめんなさい、どっさりですね今の伸びはね、どっさりの証拠なの。じゃあ、いただきます。あ、うん、あ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 、熱い。チーズももちろんどっさりなんですけど、そのチーズと一緒に口どけのいい、これはじゃがいもですね。ゴロッゴロのじゃがいもじゃなくて、はい、舌触りのいい、うん、そうですね、じゃがいもが、ふかしたのを潰してコーンビーフとコーンを入れて、はい、ちょっと味付けしてですね、ちょっとだけ、うん、なんかね、食べ物っていうよりなんか飲み物みたいに入ってきますね飲み物、うん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 、あくまでもこう今作ってくださってるのは郷さんなんですけど、はい、それこそたすきをつながれてきた、あ、なんかそんな代表的なのお料理なんだろうなと思って、はい、これはちょっと変えないで先代の皆さんのを受け継いでそのままでいいのかなと思います。そんなこんなで十分もう美味しさで満たされているんですけれども、最後にとびっきりの見つけちゃったんでいいですか。何ですか。店主の一曲、何でも歌えます0円っていう、何ですかあちらのメニュー。いやいやいや、恥ずかしいっすねこれ。いや、そのこんな、これお酒の席なんですか。いや、飲んでないわでは皆さんもお聴きください。大山豪で涙の涙のキスも一度なにゃ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 。今回の食い倒れ駅伝リターンズ、お店のご主人から次のお店のご主人にプロが美味しいと思ったものを数珠繋ぎご紹介していただく企画なので、はい、次なるお店のお料理をご紹介していただきたいと思います。はい、近くのしんがりさんの三つどもえ中華がうまいです。しんがり三つどもえ中華ってことですから、いわゆるラーメンってことですか。そうですね、もうすぐそこなんで、やっぱお昼とかもやっぱりこの辺で済ましたくなるので、うんうん、そういう時は行かせていただいてますね。じゃあちょっと繋がりますかね、電話かけてみます。はいはい、ではしんがりさん繋がるでしょうか。はい、斉藤です。もしもし、私、はい、テレビユー山形の渡辺奈央と申します。あ、いつも見ております。え、本当ですか。いつもってどのくらいですか。月に3回ぐらい見てます。なんか少ないなということは、食い倒れ駅伝リターンズご存知ですか。はい、あ、もちろん存じ上げております。じゃあ話は早い、はい、斉藤さん。はい、OK です。早すぎる。 OK ですか。もう何も説明しなくても、もう全部 OK です。あ、全部 OK、 オール OK しんがりさんの三つどもえ中華はうまいぞと。三つどもえ中華、はい、うまいですか。もちろんうまいですね。言葉にできないですね。え、それ私行く必要あります。喋ってもらわないとわからないってことです。あ、そういうこと、びっくりした。リポーターいらないって意味かと思った。ぜひ来ていただきたいと思いまして。はい、ではぜひたすきをつながさせてください。かしこまりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、
ただきます。はい、ということでやりました、やりました、しんまりさん、見事です。はい、最後に、はい、あのまあ、お店を、引き継がれてっていうんですかね、郷さんのとしてはまだ始まったばかりということですけれども、はい、そうですね、どんなお店にしていきたいですかね。まあ、地元の方はもちろん、または県外の方はもちろん、皆様が来ていただいて、アットホームな環境というか、まあ、感じを前面に出していきますので、これからも皆様お越しくださいませ。ありがとうございます。もう本当にたくさんの美味しくて楽しいんが、ね、詰まってますから、ぜひ皆さんもんしに来ちゃってください。今回ありがとうございます。ありがとうございました。